まではロシア、舞台は東京、ピロシキーズです。あ、前髪作って可愛いな、今日短めにしたの。まあ今日はな、何をやりたいかっていうとな、私たち結構長いこと日本におるやろ、うん、俺もう21年ぐらいおんねん。あんたは21年もおんの、うん、おりすぎやつ。あんたは18年ぐらい。あら、おりすぎやねん、なんか全員おりすぎやねん、基本的に。まあでも何年もね、日本に住んでると、まあ私たちちょっとはね、多分日本人の気持ちがもう分かるようになってきてるというか、うん、俺は割とこのいろんな日本に住んでる外国人の中でも、かなり日本の人の気持ちを分かる中、いや、外国人ってみんなな、私も日本に長いから日本人の気持ち分かるようになってきたって言うけど、俺その方たちよりも分かってるつもりやねん、ちょっと。お前日本人だろ。お前は日本人だろ。そう。そういういろんなな、外国人も、まあ、ある私の外国人としての視点で見ると、勘違いなさってること多いなって思って、日本に住んでて。外国人がってことだよね。もうほとんど中身日本人やねんけども、外国の方が私と話すときって外国人と話す体で話すから、結構日本の方の愚痴とか言ってくるのよ。日本人ってこうだったとかこうやったって。共感を得たいわけね。人ってまあ偉い悪いもんで、お互いあれ大好きあれ大好きって言っても盛り上がらへんねん。あの人嫌いあの人嫌いって言い合ってる方の共通の敵がおる方が盛り上がるっていうので、まあ、その共通の敵として日本人を敵にしてくる人とかが結構おるねんけど、そういう人たちの話をね聞いてると、えらい勘違いしてまんねって思うことがすごい多いねん。その時は何、その笑顔しながらこう、うん、そうなんだよ、その時はこうやってうーん大変っていう。なんか一番多いのが差別をされてると勘違いなさってる。これはめちゃめちゃ多いよ。日本の人はもう基本的に外国人のことを差別しているから、電車で私が電車に座ったら隣に座ってこう。これさ、よく聞く話じゃない。これ聞きすぎて逆にこれ言わない人いいのっていうぐらい言う。なんで電車であんたの隣に座れへんだろうなって俺思ってまうんや。俺はめっちゃ隣座ってくるから、俺座っててももうすぐ隣にみんな座るねん。なんならもう全然座る。俺隣の席がなんか俺が外国人やったからといって、あの座ってこうへんっていう経験ない。この都会の東京でもそうやし、あの田舎の姫路とかって言っても全然みんな隣座る。でもなんかそれが普通なん。でもみんなは外国の方は隣座られへんっていうねん。だからそれは日本の方が差別してるっていうけど、現に私はそんなことがなくて、なんでやろなっていうのを考えるために一緒に電車に乗ってみたりするんだよ。あ、一緒に乗ったりするんや。そしたらさ、うん、あ、もうできないや、こうやって座って。うるさい。あんたができてる。うるさい。なんか足をね踏んでんのよ。こういうやつですね。いや、それじゃないの。いや、いいんだよこういうやつ。まあ、そういうやつもおんねんけど、普通に足を組んでても、これ外国人だろうと日本人だろうと関係なく、足組んでるやつの隣ってみんななんとなく座らへんねん。こうやって座る人、こういう風に広げて。それ大丈夫？携帯。大丈夫。そもそもでかい体格が多い。まあ体格は仕方ないと言っちゃ仕方ないけど、体格はしょうがないやん。そう、でかい方も結構多いのよ、うん、なんか大きいからって。でもそれってさ、差別、差別じゃなくて、あんたが外国人やからじゃなくて、あんたがでかいからとか、あんたが足を組んでる腕を組んでいるからとか、まあ物によってはあんたのおいにいが通勤やからっていうこともあると思うね。あるやん、夏場とか冷めな方が。いや、あのね、あの風呂張られる人とかもいたりする。まあそれはほんまに人にもよると思うねんけど、とにかくあんたが外国人だから座らないんじゃないの。あんたがでかいから、あんたが足を理由がちゃんとあるんだぞっていうことを理解してほしい。あとはな、これはなんか日本に住んでる外国人あるあるなんだけど、っていうか多いな。そう、結構情報いっぱい掴んでますね。あのね、ハーフになろうとする。うん、まあでも別にハーフっていうからすごくもないし、別に日本の人だからって外国の人だからって何なのって感じだよね。
なんやろね、なんかハーフは可愛くなるみたいなことをよく日本の人が言うから、うーん、え、ハーフってやっぱ可愛いよねみたいなことを言うから、うーん、混ざった方がいいみたいな、そう、日本ではハーフの方がいいとされるんや。しかも嘘つくやろあいつら。あー、なんか混ざってないのに、混ざってないのに混ざってる、あ、フィリピンが入ってますとか、あとさ、日本入ってないのに日本ちょっと入れてくんね。あ、日本入ってない、あああるやろこれ、なんで入れてくんのみたいな。これね、よくあるのが、あの、なんかアジア系のどっかの血が入ってて、うん、例えばそのイタリアの人で、例えばあの中国か、あの韓国が入ってて、うん、その子は、あの、私ハーフですって言うと、うん、じゃあどこのハーフですかって聞くと、イタリアと日本っていうの。中国やろ？そう、中国なのになんでやねんってね。中国なのに日本ですって言うじゃん。でもな、多分そいつな、なんか中国に行ったらな、中国とどこどこのハーフっていいよねって言うね。あら、まあ、お母さん誰とセックスしたか分かってないのかな。そんなことやったらそんなことはあがねえよ。だってそうじゃな、お母さんドアル不特定とやって誰か分からへん状態じゃないの。中国か分からん、中国か日本人のお父さんどっちかとやってるみたいな、そういうこと。遺伝子検査してください。もうそうなんだら、お前正しく。いや、でもこれはよくあるわ、ほんまに、ね、あともうなんかさ、ブサイクな外国人の男がまあ長年日本にいるとさ、もう笑えてくるんだけど、まあなんか、え、目が、なんやろうね、目が彫りが深いとかいろいろ言ったりさ、でも日本の人ってお世辞も言うからやと思うねんけど、言ってくれる、彫りが深くて、なんか、あと日本の人って外国人の顔見てもさ、分からんやん、これが何がイケメンで何がイケメンじゃない。だって俺がさ、チワワ見て全部可愛いと思うのと一緒やろ。あー、でも分かる、チワワってなんかこういいよね、分からんけど全部チワワは可愛い、可愛いね、アン、え、アントニー、サンブ、アントニーってだ、どこの犬だよ分からんけどらしい、全部可愛いみたいになるのと一緒で、多分全部一緒やねいや、でも、あ、でも犬はもう分かりやすいわ。明らかでもロシア行ったらモテへんようなやつ、ロシアじゃなくてもいい、外国行ったらモテもしないようなやつがやっぱもう日本でチヤホヤされてるから、あの洋服屋さんのさ、ところでなんか服を試着してドヤ顔で出てきて、あー、これこれあるあるある、お前自分の国でやったら殴られるぞみたいなポーズを取りよんね、あの服屋さんで。まずこれ何、これ、これはもう決まりですかみたいな。あと座る時とかもちょっとでもモデルだって勘違いしてる人が結構多くない。てかこれは女やけど、外国人の女全員モデルと言い張る、全員モデルやん。なんかこれは、これは私が許せない感じやね、これは。外国の女で俺モデルをやってない、これ、ね、モデルはやってませんかって聞きたいぐらい。これね、日本だからモデルができてるっていう人が多くて、うん、そう、自分が本物モデルって言いたいんやったら自分の国に帰って事務所に行ってモデルとして採用されるかやってみてくださいっていう感じ。あんた採用されんの？え、うちは行ったんだよね、ロシアの。え、ほんで採用されたの？よかったじゃん。いや、でも多くない？ほんま、え、そんな大変な、ロシアで。いや、やっぱり自分の国に行ってあんたモデルになった。自分の国に行って日本でモデルやってた時に、あの、やっぱ自分は日本だからモデルできてんじゃないかなと思って、なんかそれで私はモデルですって言って調子乗るの恥ずかしいなと思って。もしロシア人からしたらさ、お前モデルもクソもねえよって思われてたら、うん、もう恥やんと思って、ロシアの有名な昔からあるモスクワの事務所に行ったのよ、連絡取って。これ重要だ、これ重要だった。行ったんだよ。で、行って、あのね、大丈夫って言われたんだけど大丈夫あれじゃん、なんか混んでみたいな。なんでやねん。大丈夫ってやつじゃない。そのどうして、なんかまあいろいろ聞かれて、どうしてモデルになりたいと思ったんですか、どうしてこの事務所選んだんですか。いや、実はそのモデルは日本でやってるんですけど、そのロシアとかその外国でも
なんか通用するモデルなのかなと思ってこっちに来たんですけどって言ったら、あの入れてあげてもいいんだけど、そのこれはモスクワ国内だけのその撮影モデルのあれになるから、海外にはこう送ったりできないから、ここにいる時だけしかできない。それ断られたんじゃん、そういう言い方で。入れてあげてもいいよ、あ、かな、うん。ロシア人も結構そういうお世辞言うんやな。